はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、トミカハイパーレスキュードライブヘッドドライブディアシリーズドライブバッジホルダーです。はい、これは主人公たちがつけている胸のバッジ型のホルダーで、ドライブディアとはまた違うアイテムですけど、各ドライブヘッドが喋るときに発光するバッジがついてて、外箱をぐるっと見回すとこうで、音が鳴ったりとかはしませんが、胸につけられたりとか、バッジをどんどん集めよう、バッジによって発光色が変わるぞ。おー、なるほど。一番のなりきりメインアイテムのドライブギアはもうちょっと発売が先なんですよね。先にホルダーが出ました。ではレビューしていきます。ではテープを切ってパカッと開けると、おー、バッジってこれくらいのサイズ感なんだ。というかドライブホルダー思ったより大きめかも。はい、中身はこうなってて、ドライブホルダー本体と主役機のソニックインターセプターのドライブバッジ。まずドライブバッジをぐるっと見回すとこうで、特に QR コードなんかはなくって、シンプルなクリアパーツにドライブヘッドの文字が入ってて、トミカハイパーレスキュースタートで、ソニックインターセプターの顔があって、ここにピンがありますから、ここで個別認識するような感じですね。妖怪メダルとかぶっ飛ばソウルと比べるとこれくらいで、二回りぐらい小型ですね。ちなみに追加のドライブバッジは別売りのサポートビークルに付属します。そしてドライブバッジホルダー本体、ぐるっと見回すとこうで、上側下側でそこそこサイズがあって、ガシッと握れるぐらいですし、グレーの成型色をベースに正面はすべて塗装で再現ですね。電池はすでに入ってますね。絶縁シートを抜きましょう。でパカッと開けると、ここに指が入りますから、開けてヒンジがこっちですね。よっと、ちょっと固め。はい、そうすると中にはドライブヘッドの DH とモールドもそこそこ細かめで、ここにクリアパーツがあって、ここで認識するような感じですかね。で、上蓋の裏側にもきちっとモールドが入ってますから、なかなかちゃんとした造形ですよね。で、裏側にクリップがありますから、ここを使うことで胸ポケットにはめれば、車田GOのようなバッジ状態を再現することもできます。ソニックインターセプター本体とサイズを比べるとこれくらいですね。蓋の部分がパカッと開いてアイテムが登場するヒーローアイテムってなんか興奮しますよね。ではソニックインターセプターバッジをセット。ちゃんと向きが変にはまらないように3箇所の出っ張りがありますから、そこに位置を合わせて差し込み。おー、優しく発光。思ったより赤と青にファーッと優しく発光するような感じですね。なるほど。スピーカーはついてませんから音は鳴りませんけど、あと上のこの上蓋部分はここに出っ張りがありますから、上までガチャッと上げればしっかりとロックされますね。で、外すときは爪で引っ掛けて引っ張るような感じ。なるほどね。こういう作りなんだ。バッジセット状態の全体の見た目はこうで、バッジセットしてる状態から一応押すこともできます。で、発光はセットした瞬間にこのように光って、数十秒経つと止まりますね。外しても一応ずっと発光してます。で、ここの発光する箇所以外に2つステーがあって、この部分にはめ込むことで最大3つまでホルダー収納ができますね。バッジがある状態で蓋を閉めることも OK です。アイテムとしてはすごいシンプルですけど、もともとテレビ本編で喋るアイテムはドライブヘッドギアですから、音声発動はそっちにお任せって感じですかね。なんかでもこのふわっとした発光の仕方はポケモンの Z リングのアイテムを思い出しますね。赤と青に発光。これが他のバッジによって発光の仕方が変わるって感じなんですよね。はい、ということでドライブヘッド、ドライブバッジホルダーを紹介しました。確か定価がもともと1500円ぐらいで、僕も1000円ちょっとぐらいで買いましたから、あわや食玩ぐらいの価格帯でなりきりアイテムとして使えるのはいいですし、内部パーツの作りなんかも本当にちゃんとしてますから、気軽に遊べるなりきりアイテムとしては十分な作りだと思います。
以上、トミカハイパーレスキュードライブヘッドドライブバッジホルダーの紹介でした。